レディ・ジョーカーは、高村香オの小説。警視庁警部補である、ゴーダ・ユ郎イチロを主人公とした推理小説の一作である。シリーズ化されており、レディ・ジョーカーは、そのゴーダ・ユ郎イチロシリーズの第三作である。1995年から1997年にかけて、週刊誌、サンデー毎日に連載され、1997年12月に、 毎日新聞社から上下2巻で単行本化された。後、2010年4月に新潮社より文庫版が上中下3巻で刊行された。文庫本化にあたっては内容が一部改変されている。小説はグリコ、森永事件から着想を得て執筆された。小説は1997年に第52回毎日出版文化賞を受賞。 1998年に、このミステリーがすごい。1999年版国内編、第1位を獲得した。2004年12月に、日活により、映画化され、2013年3月に、ワウワウ、連続ドラマ W 枠で、テレビドラマ化された。昭和22年、日のデビールは、人員整理で40名の社員を解雇した。その一人である、岡村誠治は、 解雇の理由の中に被差別部落の問題が含まれていたことを知り、会社に意見の手紙を送付した。平成2年、司会である畑野博之の息子、高幸が車の無防運転で死亡した。東大薬学部生の高幸はビール業界最大手の日の出ビールに内定が決まっていたが、日の出は社長の名へと交際していた高幸の身辺調査をしていた。 事故の前に高雪は自分が被差別部落の血筋だという事実を会社から知らされたのだった。息子の死は日の出ビールに責任があるとして日の出に抗議する旗野。畑野の行動について情報を得た総会屋の西村は入手した昭和22年の岡村誠二の手紙のコピーを畑野に渡した。差別の問題は企業をねだる格好の材料である。西村は畑野に 日の出へ対して、さらに抗議活動を続けるよう焚きつける。しかし、秦野は自殺してしまう。秦野の親戚として、日の出ビールの問題を知る者い製造。製造自身は、被差別部落とは、無縁だったが、彼は、秦野の仕事であり、岡村誠治の実定だった。平成6年、製造の頭に、身内の秦野日の出ビールから大金を奪うという、考えが取り付いた。 70歳の老体で、競馬場仲間から共犯者を集める清寺。トラック運転手の深谷や、鎌田警察署刑事課の半田巡査部長ら4人が、熱中するものを求めて集まる。平成7年、レディジョーカーと名乗って、日の出ビールの城山社長を誘拐する製造たち。警視庁刑事部は、大森警察署に100人体制の特捜本部を設置。捜査第一課は、 身の代金要求に備えて特殊班係と機動捜査隊をスタンバイさせ、捜査第2課と捜査第4課は、日の出ビールと総会屋や暴力団との関係を水面下で捜査するなど万全の捜査体制を組んだ。だが、身の代金の要求より先に社長は解放される。製造たちが真に人質としたのは会社の企業イメージだった。 商品への異物混入などの騒ぎを起こし、20億円を要求する製造たち。城山社長には、名の差別問題も絡んでいるとにおわせてあった。就文を公にできない日の出ビールは、警察にも事実を語らずに、内密で金を支払う準備を始める。大森警察所刑事課係長の郷田警部補は、捜査第一課長から特命を受け日の出ビールへ、派遣される。 秘書として、城山社長を警護しつつ、同行を探る。差別の問題に気づき始める警察。問題の要因となった社長の名の父である、日の出ビールの副本部長は、振動から自殺する。新聞の取材合戦も激化し、総会屋と地下金融グループの線を追った記者が二人、行方不明となる。秘密裏に20億円を手に入れる製造たち。世間では、 レディジョーカーの模倣犯も現れる。だが、捜査の手は一味に迫っていた。ハンダが事件に関与したことを知った特捜本部では、以前の上司であった捜査第一課管理官が立場を失い、昇進実殺する。気が抜けたようにチリジリになる、レディジョーカーの一味。深川は金も受け取らずに、重い障害のある娘を残して、姿を消す。 警察を本領させることが喜びのハンダは強打を刺して深手を負わせ自傷する。ハンダの完全目秘で逮捕を免れる製造たち。上山社長は退陣し、背任の罪をこうむることで、総会屋と会社の縁を断ち切る。しかし、何者かに射殺される上山社長。総会屋の西村も死体で発見される。製造は、深川が残した娘と共に、 青森県の故郷に帰る。この娘がレディと呼ばれていることに気づいたのは山深い製造の家に立ち寄った一人の新聞記者だけだった。日活が撮影所創業50周年を期して石原プロモーションの特別協力を得て制作された。2004年12月11日公開。映画化構想には5年が費やされた。被差別ブラック問題を取り扱う部分があることから、 一部で上映自粛の動きも見られた。映画は2005年6月に DVD 化された。昭和22年、物井製造の兄は日の出ビールを解雇された。解雇の真の理由が、被差別部落の出身者と関わったことだと知った兄は、会社に意見の手紙を送った。平成16年10月、日の出ビールの上山社長が誘拐され、5億円を、 要求する手紙が残された。差出人は、レディジョーカーと記されていた。その5ヶ月前、物井製造の孫がバイク事故で死亡した。製造の娘婿である、畑野博之は、息子が暴走した理由が、日の出ビールにあるとして、会社に恨み事を言った。死んだ息子は、日の出ビール社長の名である吉子の恋人であり、そのために血筋を調べられた。畑野のジップは、 被差別部落の出身者だったのだ。そんな肌野に、日の出ビールと関わりのある総会屋が、密かに入手した50年以上前の製造の兄の手紙を渡し、会社をねだれと持ちかける。上山社長誘拐の実行犯は、製造の仲間の深川たちだった。社長は56時間で無事に解放され、身の白金も奪われなかった。上山社長は実行犯から、 日の出ビールの商品価値を人質として新たに20億円を要求され、それを警察にも隠していた。実行犯は社長の名の恋人の差別問題も関係があるとこのめかしていた。企業イメージから差別は決して公にできない問題だった。物井製造は品川署の半田刑事とつながりがあり、警察の内部情報を得ていた。レディジョーカーの主犯は製造であり、 ハンダも実行犯のメンバーだった。偽の身の白金受け渡しを演じ、5人逮捕で警察を翻弄する製造たち。日の出ビールの商品には異物が混入され、出荷停止に追い込まれる。レディジョーカーとハンダの関係に気づき始める本庁の合田刑事。日の出ビールでは密かにレディジョーカーに20億円を送る準備を始める。城山社長の弟で、よしこの父である、 副本部長は、振動から自殺する。警察は、ハンダ刑事が、犯人一味であると断定する。上司の警部は責任を取らされる、絶望感から自殺する。メンツにこだわる、警察上層部は、ハンダの事情聴取をためらう。単独でハンダを追い、ナイフで刺される、ゴーダ刑事。警察幹部を動揺させたいハンダは、自首をし、完全目秘を貫く。気が抜けて、 奪った金に興味を示さない製造たち。実行犯の一人で金を保管していた子は、総会屋に連れ去られる。城山社長は退陣し、総会屋との縁を切るために、背任の罪を被る。傷が癒えて、刑事を続けると語る子だ。製造の仲間の深川は、重い障害のある娘を残して、連絡を断つ。製造は、レディと愛称で呼ばれるその娘を黙って引き取る。 2013年3月3日から4月14日までワウワウの連続ドラマ W 枠で放送された。全7話。主人公が警察側の人物となったことで刑事ドラマとして制作されている。2010年に同枠で放送されたマークスの山に引き続き、ゴーダ刑事役を上川隆也が演じた。石黒健演じる加納剣事も前作に引き続き登場している。 ドラマは第30回 ATP 賞テレビグランプリ2013ドラマ部門優秀賞を受賞した。2013年11月に DVD 化された。ありがとうございます。